岸優太と平野紫耀がシングループナンバー、アイで、脱王子、宣言。その真意とファンの反応。ジャニーズアイドルの岸優太が、新たにアーティストプロデュース会社、トレーノ加入と元キンプリ平野紫耀とジングー太とのシングループナンバー、アイの結成を発表し、その方向性に注目が集まっています。本校では、岸の新たな一歩と平野の、脱王子、宣言について、ファンの期待と懸念。 そしてグループの今後に迫ります。岸優太のトベイリとナンバー、アイの結成。10月15日、岸優太はアーティストプロデュース会社、トベイの加入を発表。同時に、平野志洋と神宮寺優太とのシングループ、ナンバー、アイの結成を報告しました。ナンバー、アイの名前の由来について、岸は、引きで見るとナンバーワンにも見えるじゃん。でも実は、アイで、その、アイがオンリーワンみたいな感じもあったりと説明。 グループ名には、一体どのような思いが込められているのでしょうか。ナンバー、愛の方向性と思い、東京ドームからの YouTube 生配信で、ナンバー、愛の方向性が語られました。騎士は、一番を目指すっていうのは大切なことですけど、それ以上に大切なのって、その道筋だと思うんですよ。その中で、僕たちらしくでう輝けるか、僕たちらしくいかに楽しめるか、その中で、 ファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていうと述べ、グループ名に込めた思いを伝えました。平野も、音楽でやっぱり幸せにしたい、もっと突き詰めたものをやっていって、もっとこう、振り切ったものをやっていって、その中で自分たちらしさを見つけてと、音楽に対する意気込みを語りました。ファンの期待と懸念、ナンバー、愛の活動開始に喜びの声が上がる一方で、 一部のファンは新たなメンバーの合流を望む声も見受けられます。特に、長瀬角や高橋海人、岩橋元気らの飛米遺跡を期待する声がネット上で広がっています。ただし、ジャニーズ事務所がズミルインアップへの社名変更を控えていることから、タッキーの性加害問題への我感せず感すごい。わざわざジャニーズ終了の直前にぶつけなくても、せめてキンプリがエージェント契約結んで落ち着いてから、ナンバー。 愛の発表して欲しかったといった複雑な感情も一部で聞かれます。また、ナンバー、愛のロゴマークが他のバンドとの類似性から、一部でデザインの盗作疑惑が浮上しているという報道もあります。平野仕様の下ネタ解禁と新たな姿勢。ナンバー、愛のメンバーたちは、今回の活動で、失敗した姿も見せていい、泥臭い俺たちも見てもらいたい、丸裸な部分を見せていく、人間らしさを見せていきたいと。 これまでのキンプリのキラキラ王子様路線とは一線を画す発言をしています。特に平野潮は、ジャニーズ時代は、下ネタ NG、出会ったと語り、俺は自分を装ってまでファンのみんなについて来てもらうことは罪悪感ありすぎてできないよと、自身の本音を率直に表現しています。ジャニーズ時代の制約から解放され、平野が新たな姿勢を示していることがファンやメディアの注目を浴びています。 キシユタとヒラの仕様は新グループナンバー、愛での活動をスタートさせ、その方向性や意気込みについて検証してきました。新しいグループでの活動には期待と不安が入り混じりつつ、特に平野の下ネタ解禁という新しい姿勢はファンを驚かせています。一方で、デビュー前からデザインの盗作疑惑に巻き込まれるなど、様々なトピックが浮上しています。ファンや関係者は、これからのナンバー、 愛の展開に注目しつつ、騎士と平野がどのような新たなキャリアを築いていくのかを見守っていることでしょう。